はいどうもーはいどうもどうもどうも。どうも散歩はいいんじゃないのいやーこんばんは。いやーすごい。すごいニュースだよ、今日は。芸能の今日はすごいニュースです、皆さん。うん、皆さん、今日は芸能のすごいニュースが飛び込んできましたよ、皆さん。うん。うん うん、こんばんはすごいっすね嵐が結婚だよおいこの2人のさ、あのー、マスコミとかに配るお菓子みたいなのは何配るんだろうあこんばんは何かね 知ってますほら俺二宮が結婚した時にさ二宮がなんかドラ焼き配ったじゃんあの都内のやつ俺買いに行ったじゃん二宮のドラ焼き買いに行くって配信でふわっちでやってたんですけど並んで買いに行ったんですけどナイスどうも <laughs> うんあジ,ャニーズジ,ジャニーズ事務所って恒例みたいですよなんかね あの結婚した時にこうマスコミとかそういうところに報道機関とかそういうところにねあのお菓子を配るのが定番らしいなんかそのあんまりなんかそれはちゃんとなんか意味があってなんかこうお手,、えっと、お手やらお手柔らかに記事とかそういうの書いてくださいねみたいな意味を込めてなんかあげるらしいんですけど配るらしいんですけどうんそう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 。 なんからしいっい、うん、ねこの2人は何何配るんでしょうかねうん何を配るんでしょううん <coughs> ナイスどうも何を配るんだろうな <laughs> うんうんうんねえいやあそうだあとあのこのねあのタイトルとはまた逆あの逆じゃねえ あの違う話になっちゃうんですけどそういえばなんとナイス1位の人が剥奪されたらしいよね <laughs> <laughs> ナイス1位の人が剥奪されたらしいですねなんかなんか月指ちゃんっていう人が、まあ、まああれ多分あ多分っていうか TJ さんらしいですけどねツイキャスのなんとナイス1位の方が 剥奪されたらしいうん予算ラッキーそうだね一般人ディスって剥奪えそうなの剥奪理由って何一般人をディスって剥奪なのなんで剥奪されたのかが分かんないですけど何一般人ディスって剥奪って配信になんか載った一般人をディスったってこと うん <laughs> い、そうしてもいない意味ないよもうすごいねだってあの男女別のさ1期2期3期あるじゃんあれの1期2期は多分もらってる人だから20万20万で多分1位1位だと思うんで2020 20で40万はもらってるはずよ でも3期と全期間がも,とともらえなかったわけでしょ、うん、だ,かだから要するに160万もらえるはずだったんだよ、ね。202020100万で全期間が100万だから。でもその3期の20万と全期間の100万もらえない。だ160万もらえるとこは40万しかもらってない。差額120万もらえなかったって感じでしょうん。 はよっさん放送しないほが1位確実だねいや本当だよねよっさんとかすぐディスるからさ人のことだあれは剥奪される可能性あるから、ね、<laughs> 正直このまま配信しない方がいい確実にもらえるよね、うん、あ押したよどうも、うん、コンビニにいたカップル女をディス 下からと本人が言ってたほうあっそうなんすか、まあ、それがいつの配信だか知らないけどだってきょ今日は奪されたんでしょ28日では奪って <laughs> あと2日なのにね2930であと2日でしょうんまあ今日入れたら3日かもしれないけど2日3日でさ 120万なくなるってさど,どんな気持ちなんだろうねうん160万はでかいまあでも40万はもらってるはずだからだから120万だよね来なかったのは第1期と第2期の男女別の2020 20はもらってるはずなんで160万もらえるところ40万しかもらえなくて120万損,損というか 剥奪されたと言いますかうんてかそもそもナイスで上げすぎだよなほんと上位の人にはそもそも <laughs> なんでそんな大金配んねんっていうそんなさそんな金配るんだったらさこれあの30分の延長代ぐらい無料にしろって思うよね、うん、毎回毎回同じ人に配りすぎまあ今回はちょっと違ったかもしんないけどうん <laughs> 26日の配信で何そんな問題のことがあったってことアホだねあと4日でしょあと4日おとなしくしてればさ絶対もらえたんでしょう、うんいやだからあのみんなのさ延長代ぐらいで多分ナイスの賞金ぐらい賄ってんじゃないうん多分延長代さなんだかんだこんだけいろんな人がやっててさ買う人買うからさ多分そのナイスの賞金 全部の賞金ぐらいは多分1ヶ月のみんなの延長代金ぐらいで多分トントンぐらいになるんじゃないうんそううん <laughs> いやーほんとね160万でかいよねだって最低160もらえるわけじゃんだって投げ銭だってさ全く来ないわけじゃないでしょさすがに。 160プラス投げ銭がくる,くるわけだからねうんやばいっすね村真子ちゃんとかめっちゃ稼いでないあと村真子ちゃんが多分全期間2位になって50万くるわけでしょであとあの期間別のさ女のやつさ111多分取ってるから202020 20 20 20で60の全期間の50で110万だよ 村真子ちゃんでも110万来てるよナイスだけでナイスだけで110万だぜでプラス投げ銭分も来てほらイベントもなんか上位になってなかったこの前イベントだけでも多分相当稼いだでしょあとプラス投げ銭でも、まあ、い,くいくら稼いだか知らないけど50万ぐらいいってんじゃないの今月だから月収160ぐらいいってんじゃない村真子ちゃんとか ルーキーも取ってる。あ、ルーキーナイスってのもあんのか。じゃあ、もっといってるってこと下手したら200近いのか。<laughs> だって今までさ、ニコ生でさ、ニコ生であれなんでしょうなんか1ヶ月やっても、なんか15万とかそん、なんか15万から30万ぐらいなんでしょう ?30 万もいかないのかなわかんないけど。ニコ生で1ヶ月やって多分十15万からいって30ぐらいで。 うん、それがふわっち来た途端もう多分200次回数によ、ね、1ヶ月 <laughs> これはこれはやめらんないんじゃないですかこれとりあえずナイスさほら今月ねやったから、まあ、今月はとりあえずふわっちやるのは分かるとして来月どうするんだろうね <laughs> 来月どうするんでしょうねうん 来月もやるのかなもうニコ生戻れないでしょそんだけ金来たら、うん、そんな金来たらさもう正直ニコ生なんか戻れないでしょ、うん、でニコ生ってのがアホらしいぐらいの金額来てるだろうからね村の子ちゃんとかねうんすごいっすよね <laughs> うん <笑><笑>いやーすごいっすな俺もねナイスねそ,それなりの上位に入れればねもっと必死でやってんだけどな、うん、俺もナイスがそれぐらいいけばね 皆さん右下ナイス押してください。まあもうナイスは無理だと思うけど。2回目入れたって言ったらあれ1万5000だからね。1万5000だよこんだけやって。うん。ほら、増えないっていう <laughs>。<laughs> ナイス押してくれって言ったら増えないんだからもう,もうやる気なくなるよねこんなのね。うん。もう下だ出す。うん。 まあ正直もう入賞は絶対無理だけど試しに言ってみたらどんだけ増えるかなと思ってそれないにラジオだけでいつらあるからうんいや押したどうもいやー ナイスほんと毎回毎回上位に配りすぎだってマジでうんねえ、はあ、<laughs> ほんといいよねナイスをねほんとの上位組てか上位組ってかほんと一部の人しか取れないからねナイスってほんとのほんとに一部の人し,しか取れないからね だってさもう最近ふわっちの配信してる人めちゃめちゃ増えてきたじゃんなんかさ多い時だとさ多い時間帯とか曜日だとこう日,日だとなんかおすすめ欄にも1000とかを超えてるからね枠でおすすめ規制されてない人の配信してる数だと思うんだけどふわっちで配信してる人なんて多分今相当いるだろうからもちろん1000以上は余裕でいるわけじゃんその最低でも1100ぐらいの見たことあるからおすすめ欄の リアルタイムの枠の枠数、うん、でその時に配信してない人もいるわけでふわっちでなんかちょくちょくはね配信してる人も合わ,合わせると多分相当今配信してる人いるわけよその中の本当にね要するにあれですよ10位トップ10までしか入れないわけじゃな全期間で言ったらうん。<laughs> まあ一応男女別のとこだけ見れば、まあ、上位20名が入れるわけだけど男と女別でね10位10位で、うん、本当のねでも全期間は10位までだからねその中のうんさせていただきましたありがとうございますいや本当ね 鎌ゴリラとかレベルでもらえたら笑いが止まらねえわな。鎌ゴリラって誰あの藤沢奈々さんかなてかさ、なんでやんないんだろうね藤沢奈々さんとかさ。藤沢奈々さんとか、のりゆきさんってなんでやんないんだろうねナイス来てたよね。うん、藤沢奈々さんとかさ、のりゆきさんとかさ、石川紀之ね。 普通に来てたじゃないですか。あのナイス何回か何回か取りにさ何回かってか多分1回2回とかだと思うけど。のりゆきさんが確か1回かな富士山田さん23回ぐらい来たかな。なんでやんないんだろうね。ほんとそれ純粋に思うんだけどなんでやんないのあの人たちって思うんだけど。だってさあの人たちさ閲覧確かにツイキャスであるけどさ でもちろんツイキャスでもやっぱそれなりには絶対稼いでと思うんだけど投げ銭抜きで160万って多分めちゃくちゃでかいと思うんだよねあの人たちにしても、うん、プライド的なもんなのがねあとはなんかそのなんだかんだほらふわっちの、ね、ふ,ふわっちの中抜きから支払えてるもんだからなんか荒らしちゃいけないみたいな気持ちがあるのか知らないけど、うん、疲れるまあ確かに疲れるけどさ <laughs> 100万ポッチじゃやらないってさウってえでもさいくらあのね確かにあの2人ツイキャスやつあるけどでもさ別にツイキャスなんてさ結局投げ銭ないとほとんど稼げないサイトじゃん,なんか動画をさこうあ生配信を動画化してスイッチしてそこに広告収入とか一応入ってくるんだけど大した額になんないからあんなの投げ銭抜きで月160とかだって狙えるんだからさそこやらないなんてめちゃめちゃなんかもったいなくない うん、叩かれるのが嫌なのがねなんかふわっちに出稼ぎ聞きやがってみたいな疲れるってのもあるんだろうけどさ俺だったら普通にやるけどね <laughs> 俺がそこまでナイスもらえたら俺やるけどね普通にねツイキャスからでも俺が仮にツイキャスやっててそんだけ押してくれる人がいるんだったら俺ふわっち来てやるけどねうん160話だってでかいよ 1>, <laughs> 1ヶ月投げ銭抜きだよでプラス投げ銭合わせたらいくらなんだよって話だよ <laughs> うんねえアイテムはキャスでこっちでナイスだけだから通報買ったかもあああのあれですか月指ちゃんですかあーそんなそんなこと言ってたんだでも確かにふわっちとか多分 マンスリーとか全然入ってないから多分ほとんどアイテム投げられてないよね多分ねツイキャスでお茶枠もらってた感じなんですかねうんっていうかさ多分そういうやり方だから剥奪されたのもあるんだろうねうんなんかさ まあツイキャスから誘導すんのはは別に番にななんんいと思うんだけど、まあ、要するに、ふわっちでアイテム投げないで、ツイキャスでね、アイテム投げてくださいみたいな。でも、ナイスだけはツイ、ふわっち押してくださいみたいな。多分、多分そういうこと言ってたと思うよ、多分。うん、そしたらさ、だってふわっちからしたらさ、はっきり言ってさ、その、中抜きそう。赤字でしかないからね、そんな人が来られても。うん。結局、160万ナイス取,取るってことは、 320万ぐらいふわっちで投げられてやっとそこトントンにもあそれでもトントンになんないのかそうだってあの決,済決算手数料とかあるからね各決済方法によって決済手数料があるからそれですらまだトントンになんないわけじゃんうんだからもう赤字でしかないもんねそんなふわっち返したらね まあその宣伝というかさツイキャスから導いてくれるみたいなあるかもしんないけど閲覧とか死んでたもんな閲覧普通に30とか40とかだったよななんかツイキャスではなんか閲覧はあるんだろうけど結局ほんとナイス押,す押してすぐなんかツイキャスみんな戻るみたいな感じだから多分それだとなんかなかなかねふわっちに固定リスナーが固定される感じもあんましないしうん そうだから多分そういうやり方してたからちょっと厳しく見られたっていうのはあるんじゃないで明らかもうだってナイスやらなくなったらもう来ないじゃんあの人とかもうどう見てもどう見てもナイスをナイスが取れるから来ただけでナイスなくなったりとか他の人が取るようになったらもう絶対またツイキャス引きこもるんだろうなみたいな感じにしか見えないからだからちょっと厳しく見られたっていうのはあるんじゃない多分あるよね絶対そういうのね。 来月ナイス頑張ってみて。いや、俺もナイス取れないから、俺全然。うん。<laughs> まさかの予算が全期間1位になるとはな。でかいっすよね。あの、1百二十2 0万来たのかな。違う、140万か。だから今回、相性全期間が。 3期が1位で20万で全期間1位で100万120でしょで1期と2期の10万10まで140はもらえてる違うかんあいいんか140かナイスだけだよ、うん。ねえもうさナイスだけでさ ナイスだけであのみんなの投げ銭の,あの収入を俺の収入より上なのはもうやめてほしいんだけど本当に <laughs> ナイスだけでさ、ね、投げ銭の収入上回るのほんとやめてほしいよねなんかうんあこんにちはどうも何かほんとそれやる気なくなるよななんかみんながさ みんながだってさたくさんさ投げてくれてさで半分ぐらい抜かれるわけじゃんふわっちにそれでやっとなんかこうねある程度こう収入がえなんか得れるのにただのナイスだけでね投げ銭抜きのナイスだけでそこの収入を超えられるとなんかちょっとさやる気なくすよねいろいろんん,って,んってなんないちょっとそれマジで思うんだけどうーん 結局ほらみんなが投げた中抜きの一部が結局そのナイスの賞金になってるわけじゃん。うん。なんだかね。なんだかなだよほんと。うん。いやーマジでね。うん。 すごい、ね、でもナイスとかこんな本当に底辺たちにこんな大金配るのもねどうなんだろうねうん本当にさ前澤社長みたいなもんだからね前澤さんみたいなもんだからねただのお金配りおじさんみたいなもんだもんねこんなねで毎回毎回大体もらう人って決まってるからさ 大体一緒じゃんまあ今回はちょっとほらなんかね番組というか剥奪組がいるけど、うん、それ以外はもう大体同じ人に配ってるだけだからね、まあ、たまになんか入れ替わったりはするけど大体同じじゃんメンツって <laughs> 本当にマジでお金配りおじさんしてるだけだよなマジで思いませんマジでお金配りおじさんしてるだけだよこの運命は。 うん、実際さそ,れおかそのお金配ったところで本当に費用対効果あんのみたいな、うん、絶対こんなやんないほうがね運営としてはプラスな気がするんだけどねうん,うんほんまですよマジで。 いやーどうなんすかねうん <laughs> ほんとお金配りおじさんですよねナイス45ですよ僕今 <laughs> まあ、ナイスくださいなんてほぼ言ってないけどうん ふわっちに対してお金配りしないツイキャスに移動しよう、うん、まあでもなんかツイキャスなんかななんかなんか苦手なんだよななんかツイキャス苦手なんだよな <laughs> しかもさあのお茶枠の還元率でさなんかみんなが理解して投げてくれたら7割なんだけど結局みんながみんなね理解して投げてくれるわけじゃないから。 平均すると大体6割ぐらいになっちゃうんですよね。うん、結局なんかいつも見てるけど大体平均するとまあ6割ちょいぐらいかな。うん、7割とかいかないかね、どう見ても。うん。で <laughs> それでいてなん、なんだろう、なんか、なんかツイキャスって苦手なんだよな、ちょっとなんか空気感というか。うん。<laughs> なんか苦手なんだよなツイキャスうんあとツイキャスの場合ねお茶箱もらって嬉しいの嬉しいんだけどなんか枠切った時になんかそのこの枠でどんくらいこうなんか収益か投げ銭の収益が来ましたみたいな出んのよあれ見る時毎回イライラすんのよあの増えることないんだもんだってあの7割還元じゃん最高だから最高でもその なんだろう例えばお茶漠1,000だとしたらあお茶漠100だとしたら、まあ、最高でも還元率700円じゃんそ,うそれ以上になることってないのよお茶漠がねでもそれ以下にはなるわけじゃんだからもうこうパッて表示された時にもうその7割以下の数字を見さ,れ見見させられるわけで毎回7割以上はなくてもでそれでなんか減ってることしかないわけよ基本的に でその減ってるやつを見,せさ,見させられたらうわ還元率こんな下がったんだみたいになんか終わった瞬間そのなんか数字を見るのがもうなんかもう嫌というかなんかなんか嫌なんだよあの瞬間だから嫌だってのもあるんだよな,なんかまたちょっとツイキャスはなんか色が合わないってのもあるんだけど俺のね <laughs> たまにはニコ生やれ。まあ確かにね、ニコ生やるとか言って全然やってないよね、うん。まあニコ生正直ほとんど稼げないからね。うん、あ、ツイッターの投げ銭はなんかね、あの海外の人しかまだできないっぽいよ。うん、海外の人しかまだできないっぽい。ま,あ、まだっていうか、将来的に日本に対応するかは知らないんだけど、日本では対応してないみたいですよ。 ツイッターのげ、ね、今んとこ、うん、なんか日本人でも使ってる人いるかもしれないけどそれってなんかその海外のアプリをアプリからやってるらしくて、うん、日本はまだ対応してないっぽいっす <laughs> うんそうっすね いやドコモとかじゃないんだけどあの今海外の,の iOS に対応してる感じで何週間後かになんかアンドロイドの方も対応するらしいんだけどでもそれってあの日本日本じゃないから海外だからで日本の方も対応するのかは知らないけど将来的に今のとこはなんか多分そういう日本日本で。 ってのはないよね告知というか日本で対応させますみたいなそういう説明というかはないよね告知といいますか <laughs> うんそうですね <laughs> どうしようこの枠で一回終わるか <laughs> ま,あまたそのうちやるかもしれないけど うん <laughs> いやーほんとねふわっちはねお金配りおじさんだからねうん <laughs> ほんまですよほんまんうん まあでもナイスくださいとか言わなくてもあとナイスもほぼ無理なのになんだかんだ押してくれる人は押してくれるんだね <laughs> 48になった、まあ、さっきちょっとだけ言ったけど <laughs> うんよしじゃあ終わるかはいということでお疲れ様でしたということで、ね、櫻井翔と相葉雅紀がなんとダブル結婚でありました これはね、かなり衝撃的な感じでし,、ま、感じでしたね。あ、お疲れ様です。うんお疲れ様です。なんで YouTube ゃないですか配信貼るだけじゃない。あ、天才するってことな、ま、そもそも。そんな受けないから絶対。ということで、お疲れ様です。